博多、富士山、エクスプレス博多、富士山、エクスプレス博多、富士山エクスプレスは、山梨県富士川口湖町と福岡県福岡市を結ぶ高速バスの愛称名である。2014年8月2日に運行開始した。2018年3月31日をもって運行終了。山梨県、静岡県と福岡県を結ぶ高速バスとして開業した。 毎日運行時代は、運賃は時期別に設定されており、A 運賃、B 運賃、C 運賃の3種類があった。後日の季節運行になってからは、運賃は固定されている。さらに車両内の独立3列シートと最後尾4列シートでも、価格が異なっている。最後尾4列シートは、独立3列シートの500円引きで、女性専用座席となっている。 インターネットでの予約については、西鉄グループの路線を取り扱う、highwaybus.com で取り扱っている。本州内区間、九州内区間のみの利用は不可。夜と朝に1回ずつ休憩を行う。休憩場所は、上下便ともに日本坂パーキングエリアと沢川、サービスエリアである。2016年8月10日のダイヤ改正にて、休憩場所は、 浜名湖サービスエリアと水戸サービスエリアに変更された。また、2017年4月からは、季節運行となっている。ありがとうございます。